新日本プロレスで、トラハンター、の異名を取ったナレスラーの小林邦明さんが9日に死去していたことが分かった。68歳だった。L 小林さんは1972年に新日本プロレスに入門。翌年2月にデビューし、80年からメキシコに武者修行した。82年に帰国すると、初代タイガーマスクとの抗争で一躍ブレイクした。 絶大な人気を誇った初代虎ラのライバルとなった小林さんは、虎ハンターと呼ばれ、マスクを剥ぐ無法ファイトは当時のファンを熱狂させた。84年には新日本を一時離脱し、全日本プロレスでも2代目タイガーマスクを相手にトラハンターとして構想を展開。86年11月には世界ジュニアヘビー級王座を獲得した。87年4月に新日本に戻ると、 8月に言うジュニアヘビー級王座を奪取。89年4月には重心サンダーライガーのデビュー戦をの相手を務め、ヘビー級転校後は平成維新軍で活躍した。2000年4月のライガー戦で現役を引退。引退後は新日本道場の管理人として後進の育成にも励んだ。現役中の92年に大腸がんを憂いながら手術を経て復帰していた小林さんは、 99年には肝臓にも転移していたことを明かしている。現役晩年は肝臓癌の手術痕を隠すためにタンクトップを着て試合をしていたが、これが引退を決意するきっかけとなっていた。その後も肺がんの手術を2度受けたことを公表していた。世界最大団体 WWE で活躍する中村信介は X を更新。 当時、道場の管理人になられた小林さんには自分を含め同期全員が道場でのいろは、ちゃんこの作り方、時に稽古も、たくさんのことを教えていただきました。ご冥福をお祈りいたします。合唱、と小林さんを追悼していた。